沢田研二と久世輝彦。若い頃の衝撃エピソードがヤバすぎる。沢田研二さんは昭和の時代を代表する歌手です。多くのヒット曲を世に送り出し、過激な衣装や自己プロデュースでも話題を呼びました。久世輝彦さんは TBS の演出家でプロデューサーです。テレビドラマのヒットメーカーとしても知られており、ザ・タイガースの時代から沢田さんの魅力に注目していたそうです。今回はそんな2人の若い頃の衝撃エピソードについて見ていきます。2人の関係。ザ・タイガース解散後、ソロとなってますます活躍の場を広げる沢田さんに注目し、心底惚れ込んでいたという久世さん。彼の考えるスーパースターとは、魔的に怪しく人間的なものを超えた存在。まさに華やかなだけでなく妖艶な美しさを持つ沢田さんに理想を見ていたに違いありません。どんな女優より色気がある、そこがまるでわからないくらい深いなど、沢田さんをことあるごとに絶賛する久世さん。そんな沢田さんの魅力を最大限に生かすため、久世さんはこれまでにないドラマを企画しました。人気作詞家の阿久悠さんにドラマのストーリーを考えてほしいと話を持ちかけ、2人の協力タッグによって生まれたのが1975年に放送されたドラマ「悪魔のようなあいつ」でした。沢田さんが3億円事件の犯人を演じ、その怪しげな魅力で周囲の人々を狂わせ破滅へと向かう物語は、かなり過激なシーンもあり、当時物議を醸すものでした。まさに沢田さんの魅力の上に成り立っているドラマであり、挿入歌「時の過ぎゆくまま」には大ヒット、自己最高記録となる売り上げを記録しました。昔の衝撃エピソード、テレビドラマでの経験を生かし、久世さんはさらなる挑戦的な企画を続けます。それが1976年2月15日から3月28日の7週間にかけて、日曜日の19時30分から21時というゴールデンタイムに放送されたサンデースペシャルセブンスターショーです。通常歌番組には司会者がいて、歌の合間に巧みなトークで歌手の知られざる魅力を引き出すことで番組が進行します。時には特別ゲストが登場したり、特技を披露したりして展開していくのが普通です。しかし久世さんはそんな定番に逆らい、本物のスターなら一人で90分持たせて当然とし、大胆にも司会者もゲストもなし、最初から最後まで出演者は一人という番組を企画したのです。久世さんはさらにもう一つ驚きの企画を考え出しました。なんとドラマの演出家に歌番組を作らせたのです。これまでドラマと歌番組は別チームで作っていましたが、その垣根をいとも簡単に取り払うという大胆さでした。そして始まったセブンスターショーのトップバッターを務めたのは当時27歳の沢田さんでした。この意欲的な番組のスタートを任せたのですから、久世さんがどれだけ沢田さんに惚れ込み期待していたかがわかります。沢田さんは褐色に染めた肌に銀ラメのベストをまとって登場すると、ジーザス・クライスト・スーパースターを英語で歌唱、僕のマリー、モナリザの美少、銀河のロマンスといったザ・タイガース時代の曲から、月光は対千金、フランチェスカの鐘、懺悔の値打ちもないなどのレア曲まで熱唱しました。そこで沢田さんが見せたものは、歌手という枠を超え、アーティストとしての表現でした。このセブンスターショーは出演者が一人のため、セットや演出に予算が十分にかけられ、内容もある程度出演者の裁量に任されていました。そのため沢田さんの魅力が余すところなく詰め込まれたショーになったのでしょう。力強い歌唱力と表現力を持ち、その楽曲の世界観を作り上げることに力を注いでいた沢田さんは、音楽表現や振り付け、衣装、演出すべてにこだわり抜いていたのです。楽曲によって全く違う顔を見せる沢田さんにファンは酔いしれ、今でも語り継がれる最高に贅沢な番組となっているようです。昔の2人の写真、沢田さんに惚れ込んでいた久世さん渾身の作品、ドラマ悪魔のようなあいつのワンシーンです。沢田さんの怪しい魅力がストーリーを盛り上げています。同じ頃の沢田さんと久世さんのオフショットのようです。少々こわもての久世さんの様子が時代を感じさせますね。1972年頃の沢田さんです。整った美貌で爽やかなイメージです。
1980年に放送された源氏物語の脚本を担当した向田邦子さんと演出の久世さんとの打ち合わせのシーンです。主演の光源氏はもちろん沢田研二さんが演じました。1980年頃の歌番組での沢田さんです。どんな楽曲でも自分のものにする独特なオーラを放っていました。まとめ、沢田研二さんは言わずと知れた昭和の時代を代表するスーパースターです。衣装や演出にこだわり、楽曲によって全く違う顔を見せる自己プロデュースで人気を博し、一時代を築きました。久世照彦さんはTBS の演出家でプロデューサーです。沢田さんの持つ怪しく危険な香りに惚れ込み、その魅力を最大限に生かすためにテレビドラマや歌番組を企画しました。ファンの間では今でも語り継がれる贅沢な番組であったようです。